はい、これこれらしいです。なんだこれ、イタリア栗のモンブラン。モンブランだって、イタリア栗のモンブランです。はい、はいはい、ちょっとちょっとちょっと開けてあげるでもあって、美味しそうだね。ね、うん、なんか見た目がモンブランに見えない、ね、うん、おしゃれなモンブランだね。イタリアだから、イタリア栗だって。イタリアの栗と日本の栗違うのかな。一緒だよね、多分。分かんない。イタリアの栗はウニみたいなのかな、動いてるのかな、ニューニューニュー。怖いな。ちょっといあれだね、うん、あ、いや、痛い。食べたいって気持ちが。これ何です。どうですか、ヒントがあってですか、うん、ちょっとなっちゃった。おいしい、おいしい、はい、どんなんだこれ。どうぞ。うんうん、うんうんですか。おいしい、はい、はい、まだ欲しいの、はい、待って待って、いただきます。お、なんか下硬い、めくっていい、うん、ああ、なんかこれ下に結構硬いの入ってる。あ、タルトみたいなのかな。ああ、スポンジ入ってる。スポンジなの、うん、ミンチカツかもしれない。なんで下にね、こうやってスポンジ入ってます。はい、見えるかな。投げられた。あ、スポンジってかマフィンみたいな感じなのかな。あ、マフィンか。あ、違うと思うけど、ちょっと食べてみます。ああ、多分マフィンだと思うよ、うん、もう一口だけ。モンブランだ、モンブラン、うん、なんかちょっとね、お酒入ってるような感じ、ね、あ、うん、入ってると思う、多分。あげていい？なんか美味しいね、美味しいよ、美味しいねって言われて食べてないもん、ね、食べてない、うんうん、結構美味しいよ、本当、うん、上の、うんうん、美味しい、うん、美味しい、美味しいな、なんだろう、すごい、そのマフィンっていうのかな、すごいちょっと違う。ちょっと待って、コウシ君。次、まんま。スポンジかもしれない。スポンジかな、はい、中は生クリームなんだね。生クリーム。ね。うん、一応。バランスがいいよ。うん。え？モンブランってさ、結構甘いじゃん。モンブランってさ、結構甘いじゃん、うん、なんかすごいさっぱりした感じじゃないか、甘さが。生クリームが多いのかな。あ、うん、生クリームはあの甘さ控えめだよね。なんてちょっとさ、モンブランのクリームってつぶつぶな感じがあるけど、これはない ね。モンブランを生クリームにしたみたいな。うん、バターバター、あ、パパーって言ってました。モンブランだけ食べてみます。あれ、モンブランってあんまそんな感じはしないね。後からちょっとじわーっとくる感じ、でも美味しいね。うん、美味しいよ、美味しいよ。、うん、でモンブランとその中に入ってるクリーム、まあ、ちょっといい感じで組み合わさって、モンブランの味をちゃんと出せてる気がする。という
ということで今回はファミマスイーツイタリア栗のモンブラン買って食べてみました。美味しかったよ。美味しかった、うん、美味しかったってどうでしたかって聞く前に美味しかったって聞いたいや聞かれると思う、はい、でも秋らしいスイーツだね。ね、うん、うん、いいよねこれ ね、 ね写真はイメージでっつって写真クリしか書いてないうん、うん、黙々と食べててよ、ね、はい、秋らしいスイーツで美味しかったです。はい、ファミマスイーツですね、うん、美味しいのって何でも美味しいんだ、うん、うんじゃねえよめっちゃ首振ってる、うんうんうん、な、はい、今日はもう最初から講師が泣きっぱでしたけど、ね、テーブルに頭ぶつけたんだよね。そうそうそう、うん、はい、お値段はね276円で税込み298円です。これはケーキ屋さんで買うのと比べたらお高い、うん、お安い、まあ、安いけどこのモンブランってちょっとつぶつぶがあった方が好きっていう人と、こういうちょっと滑らかな生クリームみたいな感じのが好きっていう人とちょっと分かれると思う。あれか、つぶあんかつぶあんじゃないかの違いか、こしあんかの違いか、つぶあんがそう、こしあんかみたいな、まあ、そんな感じかな。あ、うん、ちょっと極端すぎたやつだったまあでも、うん、そういう感じかな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Facebook、Twitter、Instagram フォローよろしくお願いします。バイバイ。じゃ、バイバーイ。バイバーイ。ハイタッチ。